はい、どうもエルザです。それではカップヘッドやっていきたいと思います。今日はカップのワンダーランドにやってきております。よし、コインをチャージが欲しいね。意外とスプレッドより僕はチャージの方が相性良さそうなんで。いいね、そうですね。これは見るゲームわかる気がする。俺も見ればよかったなと思いながら。はいはい。ブンブンじゃないのよ。待ってくださいね。どういうことこれ。結構簡単に倒せるじゃん。危ない。やめてくれ。どっちパリーしてんのかわかんねえわ。やめてくれ、そんな熱いのはいらない。やめて。これパリーできないのか。倒していった方がいいのか。よし、落ち着いていけばいいんでないかい。届かねえ。あ、それは。はめられたね。はめられたね。まさかはまってしまうか。まあでも、攻略は分かったね。違う。難しいと思ってるから難しいんだね。よし。多分見切れてないと最後きついんだろうな。よし、よし、その音何回聞いたか。こうだね。おな。やめ、そのはめるのをやめてくれ。なぜだ、パリーが全くできなくなったね。ふう。タイミングが悪すぎたか。で、上行って、で、はあ。ああ、そういう攻撃してきます。やめて、そういうのは。え、あ、クリア、よし。ああ、
もうちょいだったんだね。3つ濃いな、あそこは。まあパリーはね、パリーは無理だわ。あこの島の向こう側の池でクワドラトゥスと話したのかね。なかなか真似できることじゃないな。誰？よし、2行きましょう。そうだね、技がどういう感じか次第なんだよな、チャージは。意外と早いよ。はいはい、どうどう、なんか超面倒くさそうなのがいたね。あとどれくらい回ってきて、うー、よし、これは怖いなぁ。ほい、よし、一発。この辺りを探せばきっと特別な何かを見つけてあげれると思ってたのよと。でもまた罠にかかっちゃうなんて。これに二度目ね。何かあるみたいだね。さーて、次の必殺技は、だからね、壊してるんだよな。1、2、無敵。あー、エナジーですね。攻撃がいいかな、僕は。ジェットコースター制覇して、どっち行こうかな。ケーキ行こう。お菓子の国のシェイクダンス。まあでも今回このボスが順調に倒せればここまでかな。倒せる前提で話してるけどね。あー、それダメージ入るんですか。あー、はいはいはい、なるほど。ハハ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 、とっちょい。ああ、よし、ラッキー、丸はラッキーだね。ジャンプ、ジャンプ来い、ジャンプ来い。オーバイか。よし。チャージで避けるのに集中してればそれなりに。よーし。はあ。うい。いや、ほんとさ、頭飛んでくるってどういう攻撃なの？何回でもパリーできるんだね。よーし、それなら。
何回でも死に行こうか。よし倒した。あの丸が来た時がねあの丸が来た時にがチャンスだね。ライフ、ライフだけ。まあ、パリ狙えたのはやっぱいいね。いやいや、ありがとうございます。ナイスナイス。パッパーン。これさ、これ、下手したら、ボスよりこのステージの方が難しいんじゃない？超獄事件。あー、嫌な予感がするな。どうしよう。ピラミッド行ってみようか。いやー、そうだね、集中力があるうちに。にしてもむずい。それでもむずい。やっぱあ、見えません。画面が見えません。おお。あ、しかもあれ落とせないんだ。ん？なるほど。うわー、マジか。それはちょっとひどくない？おおおお、はい。うわー、何？ピラミッドか。来ない時もあるんだね、一発目はね。よし、いい感じ。よし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 。で、これで溜まるはず。よし、来たー。ここまで来た。それだよ、それ。その、よくわかんないやつ。よし。最後、ここアンチだったね。無事3時間以内にはクリアできた。あー、よかったー。ビーブラ
やー、いけたねー。もう今日はやめよう。いや、もうこれはだいぶ来たわ。はー。パッパーン。あ、大魔人、ジーミーらしいね。ジーミーじゃなくて、ジーミーらしい。いやー、これ疲れるよ。多分、なんだろうね、さっきの飛行船はさ、あ、これ、はめれるわ、みたいなパターンが理解できたからよかったけど、途中。あれ、理解できるかできないかもだいぶ違うね。